ネット動画です。やってますね。ああ、じゃあ参りましょうか。とりあえずちゃんとルードしてるわ。一文も狂いなしルードしてるね。ファッション、モード系ファッション楽しみですか。はじめ YouTube ですよ。今日このテンションで来られるの俺ってあんま得意じゃない。今日も YouTube ですよ。そのテンションも得意じゃない。やってますね。ああ、こんな感じで、はい、前回の動画の続きではなくではあるんだけど、前回ゆうきコーディネートをちゃんと組んでもらってるので動画撮りますって言っちゃったから撮ろう。コーディネート動画だ。出すやってもらおうじゃない。本当にプロのファッションっていうものを、うん、いいよ。早速やってもらおうか。早くしないと。そうね、多分みんな見たいのさ、ゆうきのコーディネートとか。そもそもごめん、そんな落ち込まない。結構ダメージあったから。うるせえから次行こう。論破してやろうと思ったら、前回のコーディネートの修正が割とポイント的で、このコーディネートについては理解できたであろうけど、それを相関して自分のファッションに応用するとなると、あまりにポイントの話だったから、もうちょっとこう仕組みの部分に触れたいよねっていうことだよね。そう。で、その仕組みをまあある程度解説しながら NG と OK の服を着ていけばいいみたいな感じ。うん、OK です。そしたら、まあ、着替えながら、どこが NG で、まあ、相関的にこういうことが仕組みとして発生していて、OK になるのは、それを改善するとこうなるよ、みたいなことをやればいいって感じ。うん、じゃあ、着替えましょうか、とりあえず。お願いします。はい。ダサい格好作ってきたぜ。このまま全部いいよ。うん。勇気渡辺でしょ。うん。あ、なるほどね。本人も入るんだ。最近着替えようでしょ。ネオンサインのデニムパンツでしょ。12オンスぐらいかな。キンバーでしょ。全部ファッションアイテムとしては申し分ないものを、こう組み合わせるととんでもなくダサいと思いますね。思いませんか。思いますね。思いますね。思いますね。とんでもなく、お前、え、ちょっと大丈夫かお前みたいな感じのファッションですよね。うん。あ、安倍官兵の感じ。品質は全部最高品質だよ。勇気渡辺です。でもなんかダサすぎて逆になんかセレクトショップに。ああ、勇気、それ勇気渡辺だからだわ。あ、なるほどね。人間で説得力を出してきたわけだ。それはある。じゃあどこがダサいと思う。やっぱトップスとそのパンツでジャンルが飛びすぎててあべこべに見えるというか、うん、まあ体上、うん、まあいいや。もうそうね、本当に、まあ、何をしたいのかが分かんないのと、うん、ギリ黒い革靴だったらギリギリかなみたいな。なるほど。キーワードは、まあ、ジャンル、うん、アベコベ、革靴かな、うん、このあたりかなと思うんだけど、じゃあジャンルって何、アベコベって何が基準なの、うん、っていうのが仕組みの話になってくる、うん、でもこれが基準っていうものがファッションの勉強には基本的にないから、みんなどういう仕組みでダサいというものが出来上がってるのかっていうのを言語として説明することができない。で、じゃあ俺はどういうふうに説明するかっていうのが心理学と脳科学と目の仕組みになってくるんだね、うん、でそれを解説しましょうか。ありがとうございます、はい、まずトールが言ったジャンルのあべこべ、このジャンルの基準ね、うん、でこのジャンルというものがなぜ生まれるかっていうと、これは人間がそのものに持つ潜在的なイメージから生まれることね、うん、じゃあそのイメージって何かっていうと、その洋服自体がこれまでどういうふうに作られてどこで使われてきたのかっていうルーツ、この軸、はいはい、プラスその服がどこの時代のトレンドとしてそのファッションスタイルを作り上げたかっていう、このトレンド軸、うん、この2軸が人々の潜在意識に入っている、このファッションアイテムはこのジャンルのものだっていう認識ね、うん、そのジャンルで全てのコーディネート、そのジャンルに入っているアイテムで全てのコーディネート、要は帽子、トップス、ボトム、シューズっていう風に組むとザイアンスの法則に従うわけだ。全部同じジャンルにするね。で、ザイアンスの法則っていうのは、人間が五感で感じる、見慣れているもの、聞き慣れているもの、いつも食べているものに、好感を持って、それに安心感を持って、それがいい、魅力に感じる。この感覚をザイアンスの法則というのね。それは、要は潜在意識に入っている、その属性、ジャンルというものが、すべて伴って同じのものを、そのファッション全体で組み上げると、ザイアンスの法則に従いますよっていうこと。それを簡単に説明すると、デニムがワーカー、デニムジャケット着ていて、ゴールドラッシュのねワーカーがデニムジャケット着ていて、デニムパンツを履いていて、ブーツを履いていて、だからそのスタイルはアメカジ、まあワーカースタイルとして人々は受け入れやすい、安心感がある、だから魅力的に見えるっていうことで、じゃあ全てがそれに当てはまるかというとそうではない。なぜなら人間が持つザイアンスの法則はそれぞれだから。ただ日本国
というジャンルの中で、例えばワーカースタイルが好きな人、例えばバイカースタイルが好きな人っていうのは持っているジャンルは一緒だ、そのザイアンスは一緒じゃん。だから全ての人間にいいと思ってもらうことはまず不可能。極端な話、洋服を着たことがない人間に、洋服を着ている、これがファッションだって言っている人間が、洋服を着たことない人間に理解してもらえるかというと理解してもらえるはずがないよね、うん、難しいという文化がないから、うん、でその国、日本でどこに生きているか、どういうカルチャーに生きているかっていうので、まず自分が持っているザイアンスが違う、なぜなら文化圏が違うから、見ているものが違う、だから全員にいいと思われるのはまず不可能。そこが大前提あって、どういう人たちにいいと思ってもらいたいのかっていうところが分かれば、その人たちが持っているザイアンスを予測できるね、うんうん、それで組んでいく、そしてその人たちにおしゃれと思ってもらうことを目的とすれば、戦略的にコーディネートが組んでいけますよっていうこと。じゃあこの服装で何が起きているかっていう話なんだけど、うん、ボトムはもうストリートのね、うん、完璧にそうだね、どっちかというと BK スタイルだよね、うん、でこの解禁シャツは、まあ、ルード系で使われるようなシャツだね。まあ解禁シャツで一応日本が発祥なんだけど、まあ解禁でいくと多分ハワイっていうところが、まあまあ知識として入っている人が多いかなと思う。これらは、じゃあハワイっぽい服装をするってなるとサーフっぽくなるよね、うん、ただそれってじゃあリネン素材で白シャツでとか、そういうイメージになってくるじゃん、うん、でもこれは解禁シャツでレオパードが入っている、うん、ってなってくるとルードスタイル、うん、そのシルバー売ってそうな兄ちゃんとか、ちょっとこうサロン系ホストと言われるようなあっち系の服装、ちょっとピチッとしている、うん、まあ、当時の美容師2000年代2010年ぐらいの、まあ、ちょっとイケイケの兄ちゃんたちが着ているそのシャツにこのことってなると、そのさっき説明したトレンド軸の属性が全く合わないわけじゃん、うん、だからザイアンスの法則に従っていないと考えられる、だからダサく感じる、うんうん、っていうわけで、ことはってことは、さっきの説明の通りにいくと、このボトムスのストリートに従えば、トップスをそのストリートっぽさを体現できるものにすれば、このコーディネートはかっこよくなるよね、うん、じゃあ例えば それでどういう服装ってことですか。ストリートパーカーエクザクトリー正解だ。このトップスにボトム何持ってきますか。 ルードって言えば、まあストレートのやつ、黒っぽい、あ、はい、はい、ディッキーズの874、はい、はい、ですね。じゃあ先に、トップスから着替えようかなと思います。いくぜ。これでちょっと緩めのタグついているパーカーとニットキャップを深くかぶりました。どうですか。まあもうストリートだよね、うん、これをちゃんと作れている状態がザイアンスの法則に従っているファッションということですね。うん、そうだね、うん、で、じゃあこのちょっとだらしないスタイルを日本人全員がかっこいいかって思うと、そうじゃないじゃん。うん、確かに。例えばテニス息子にやらせてそうな、うん、いいところの家のお母さんなんかはこういう服あんまり好まないよ、ね、うん、息子にこういう服着てほしくないよ、ね、うん、なぜなら柄が悪いから。でもこういうアングラっぽい世界にいる人たちはこの服装に安心感があるから仲間だと思ってしまう、うん、自分たちと同じ人類かみたいな、ずっと安心感があって魅力的に見えてくる。つまり女の子にモテたいが数あるこの全人類のブワーっていう女性が高いだろ、うん、全員にモテるから無理なわけだ。おキムタクでも全員好きって言わないだろ。まあそうだね、うん、じゃあモテる服装って何ですかって言われた時、キムタクですら全員にモテないのに人、うん、その辺の人間一人がモテる服装っつってこの不確定 なんか、まあ網羅するのは難しい、うん、無理じゃん、うん、こいつら、うん、ってことはよ、この数ある女の子たちの中の特定のこういうザイアンスを持っているかもっていうことを予測するの、うん、女の子、うん、女の子がこういう服装していたらこういう服装している男が好きって決まったの。うん、そうだね。そう、うん、それがモテる服装の選び方、うん、で女の子がラルフローレンのポロシャツにスラックスみたいなの履いていたら男もラルフローレンのポロシャツにスキニー履いて、まあ、冬になったらアグのスリッポンみたいなやつ履いていけばいいんじゃないみたいな、そういうことなんです。わ、うんうん、かりますか。わかります。だから一概にこれがモテる服だぜ、これがトレンドだっていうのは、トレンドってその時に流行ってるから大多数には割とリーチしやすいけれども、じゃあそのトレンドに従っている女の子なんですかっていうと、またちょっと話が別だからっていう、ちゃんと分析しなきゃいけませんよっていう、正しくはこういう服装をしている女の子はこういうザイアンスを持っている可能性があるため、この服装を着ていればそういう子たちにモテるよっていうのが、あの解説の正しい解説になってくるんだけど、世の中にそんな解説はない。俺もしようとは思わない、めんどくせえからなっていう感じです。どうでしょう。わかりやすいね、はい、うん、女の子のモテ方も教えてもらったしな、うん、はい、じゃあ次はさっきのシャツに合わせてやればいいですね。そうですね、はい、で、どうでしょう。ちゃんとルードしてるわ。一文も狂いなしルードしてるね。でしょ、うん、で本当はちょっと2回ロールアップしたいんだけど、ちょっとパンツの丈の設定があって、ね、
まあ、そういうディテール使いっていうのはそのより着こなすこなれ感っていうのを出すのに、まあまあそういうことしていくといいんだけど、ブーツのさこの細さとこのロールアップをすることで境目がはっきりするじゃん。と靴とボトムの境界線がくっきり分かれることで識別がしやすくなる。で識別がしやすくなるとブーツが認識しやすくなってそこが魅力的に見える、うん、巻いた方がはっきりするね。その同じ同系色で合わせてるからこそなおさら分かりやすいわ。こなれ感っていうとこうすごい言葉がふわふわするじゃん、うん、でもこれを普通の人に説明させると、まあ、こなれ感が出るとかすっきりするっていう言葉を使うと思う、ね、ただそうではなくて一つ一つのアイテムの識別性何があるかっていうのが分かることによって安心感が増幅してそこに魅力を感じる。じゃあなぜ安心感が上がると魅力的に思うかっていうと、うん、人間はそもそも生きることが目的であるからファッションっていうものをこうおしゃれとか魅力的に思うっていうこのすごいふわふわしている高貴なものってみんな思ってるかもしれないんだけどそうじゃなくて認識しやすい自分に害を与えないっていう状況に持っていくこととても大事なわけ。要は俺がコントラストなしの真っ黒だった場合怖いじゃん、うんうん、そうだね、恐怖を感じるじゃん。ファッションどころじゃないじゃん、うん、それ極致ね、うん、なんだけどこういうレオパードとかブーツのこの銀の装飾とかそういうもの視覚的な快楽装飾のね視覚的に得られる虹を見た時に美しいと感じるような快楽がある状態でかつそれが識別しやすいっていう状態がおしゃれということ、うん、分かる、うん、でそれはザイアンスの法則とはまた別軸の部分すっきりとかこなれ感というものの言語化です、うん、あら、まあ、ちゃんとルートしてるよね。うん、なんか質問ありますか。なんで前閉じたのこれ、うん、これはザイアンスというよりかは目の仕組みの話なんだけど、人間っつうのは識別性がとても大事だとさっき話したね、うん、どこに何があるかが分かりやすい状態がとても大事で、人間のファッションとは顔面に視線を送るように作ればいい魅力的なコーディネートにつながるコツなんだけど、うん、じゃあ今さシャツさレオパードじゃん、結構コントラストあるじゃん、うん、情報として強いじゃん。インナーのこの白いプリントの女性、これも強いじゃん、うん、情報として、うん、目いっちゃうね、目いっちゃうでしょ、うん、どっち見ればいいのってなるわけ。あ、確かにそう言われると、ここに心臓の部分、うん、人間の目線っていうのは手首3種ここね、うん、ここら辺と足とあと股間、うん、あと乳首、この辺に目線が行きやすい。なんでかっていうと生きるのに重要な部分、そこに情報が詰まってる、うん、で最大に情報が詰まってるのが顔面だから、うん、だから生きるために顔面を見たい生き物、人が人を見るときの 70% の時間は顔を見ているから、だからファッションは基本的に目線を顔に送るような色のコントラストを使うべきだっていうのが俺の理由だね、うん、顔面に目線をセーフ、ここにコントラストがあってネックレスがあるから、うん、でここにもコントラスト効いてるから色の使い方的にはセーフ、うん、なんだけど識別性という部分でこれはアウト。でさっきなんで心臓の話したかというと、ここにめちゃくちゃ強烈にコントラストが効いているロゴのような識別しやすい情報があるとそっちに目線がいく、うん、からここにワッペンとかがある場合はこれやっててもまあセーフなんだけど、これは総柄でそれ以上のデザインないじゃん、うん、なんかぼんやりするでしょ、うん、なんか散るね、どこ見たらいいかわかんない、うん、こっち見ればいいのかこっち見ればいいだったら締めてトップスはもうレオパード、うん、でここにコントラストがあって顔面に目線が綺麗にいくようにしておけばより綺麗な目線の運び、うんうんうん、っていう理由で締めましたけど何かむちゃくちゃうざいやついるなむちゃうざいやなあれなっていう理由で締めましたけど何か ありがとうございます。空いてた方が良かったですか、どっちの方がいいですか。マージなってる方がいいな、見やすい、うん、見やすいよね、うん、だそうです。なんかもちろんケースバイケースだよ、そのごちゃごちゃ感がなんかいいよねっていう感覚ももちろんある、うん、基本的には今回仕組みの話してるから、うん、そうそう基本的には分かりやすくしておく方がいいよ、うん、はい、じゃあモード行きましょうか。モード系です。うん、俺が知ってるのってか、なんか想像したモードじゃないな、想像したものじゃない、うん、じゃあモード系って何、まあよくやっぱ2個言われるのが、うん、黒主体の、最先端のハイブランドとかの買ってるもの。なるほど、じゃあ最先端のハイブランドの服は黒の服ばっかとか、いやちょっとそれは黒は別軸と、ごめんなんかおかしいな、最先端のハイブランドのトレンドのものがまず一つ、
よく言われるモード系と黒主体の中性的な感じのやつ。ああなるほどなるほど。60点ぐらいかな。まずモード系という言葉はとても解釈が人によって異なる。正しくはその年のハイブランドが打ち出す最先端のファッション、これがモード。要はハイブランドが出す服をモードなんだなって解釈する人。でもそのキーワードの中には最先端が含まれてる。だからじゃあプラダがコレクションやったらその年のプラダの服を着ていれば全部がモード系なのかっていうとそうじゃないね。プラダが出している最先端のものじゃないと意味ないわけっていうのが俺の解釈。それが俺のモード。ただ黒の話もしたい。これは日本のモードという解釈の特徴、なんでかっていうと日本にはコムデギャルソンと幼児山本マイッセイミヤケっていうコレクションで成功してきた日本を代表するブランドがあるね。で彼らは黒を軸にするわけだ。イコール日本のブランドのモード系と言われればギャルソン、幼児山本、これらを使うのが日本のモード系なんだ。で彼らは黒を基調としてるからモード系イコール黒いファッション、黒いファッションをよくモード系として見るぞっていう解釈をしていくと元々のモード系の解釈と変わってくる、っていうモード系という言葉にいろんな解釈があるわけだから、モード系という言葉はすごくふわふわしているんだ。それはじゃあどうしたらこれをモード系じゃないと説明できるよ。難しいよね。難しいね。どうしたらこの服装がモード系じゃないと説明できるかよ。なぜならさっき説明した言葉っていうのは、はい、その年ごとで要は違ってくるわけじゃん服装が、説明でいくとね。なんだけどモード系って考えた時になんとなく想像するものっていつも一緒じゃない？これは一緒だね。なんか変わんないじゃん、そうで、モード系ということをうまく解釈できてないわけ。最先端なわけだ。俺もじゃあ今年のモード系何ですかって言われたら知らん、だって興味ないのコレクション。でもじゃあモード系っぽいファッションってこんなもんだろうなみたいな感じで今日作る。ただこのベルシャツ絶対違うじゃん。なんでかっていうとクラシックじゃん、この服って。あーなるほどね。おい赤の、まあ、バッファローチェックが良かったけどね、アウトドアで狩猟してそうな服でしょ、もう昔からある服じゃん、クラシックじゃん。もうデニム履いてブーツ履いてアメカジしてくださいでしょ。そのクラシックな印象と最先端というものがあまりにもぶつかっているからこれはモードではないと考えられるよね、っていうのがこれがモード系ではない言語化なわけだ、ボトムは？まあ不思議だね。ポッケがね、不思議でしょ、特徴的だし、作りがね、うん、アバンギャルドじゃん、つまりこれまでにないものを作ろうとした最先端な作りと解釈できるよね、ってことはこれはモード系で使われてもおかしくない、ね、おかしくないパンツなんだよね、でこういう服をどこが出してるのかっていうとこれはベッドフォードっていうブランドなんだけど、FE ではそういう服だったんだ。ミクシャルードとして新しいものを体現しているけど、それはコーディネート軸だったりとかが多いから服に関してはこういう奇抜な発想っていうのはあんまりうちのブランドにはない。まあその加工の中であるけどね、全体的なパターン的な方ではない。でこういうことをよくやるのがまあ用紙とかギャルソンだよって話、ってことはこのシャツをモードっぽいシャツに変えればモード系が出来上がるね。最先端ってもんは光り輝いてるだろまあ意識的なところにあるなとは思う。どうですか？もう確かにさっきよりモード感増したよね、増したよね、でもちょっと足りなくない？なんだろうね、なんかキャスケット頭なんですよ。なんでかっていうと、モードっていうのは洋服に目線を生かせないといけない。洋服がすごく特殊だから、洋服の情報を分かりやすく伝えるっていうのがモードのファッション。コレクションを歩くモデルさんってみんなかっこいいしみんな美人でしょ、一人でも顔覚えてるやついる？あ、いないわ。顔を覚えたいって思う人もいないでしょ、あいつらって服を目立たせるのが仕事だから、みんな無表情で無機質な歩き方をするじゃん。美しいね。だからモード系っていうのはあまり顔の情報を前に出さないといけない。俺の顔はうるさい。うるさいよね。モード系に向いてないよ、うるさいわ。向いてない、まあ、坊主にしてヒゲを剃れば、まあ、ある程度いけるかもしれないけど基本的に向いてない、じゃあその状態をどうカバーするか。カバーしきれない。ヒゲか、マスクしないと、でもじゃあ頑張りますと。要はよくわからないことすればいいから。そう、モード系とは要はよくわからないことをすればいいんだ。なぜなら新しいからだ。どうですか、あの情報を極力減らして。いやいや、お前そのフライトキャップその被り方するやつあんまりいないだろ。これでこう、どうですか？うん特徴はそういうことよね。そう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 、
あのドロップ東京っていうインスタアカウント知ってますか？うん、まあ、知ってます。知ってますか、はい、ドロップ東京にこんな感じで出るかもしれない。確かに。ジョジョ立ちでね。そう。まあ、モードってなるとやっぱり俺もギャルソン幼児っていうイメージが強いから、うん、幼児山本とかそっち系のニュアンスでいくとこれはモードではない。ただ、普段こうはしないよねっていう生き方だったりとか、新しさ、何かしらあるような雰囲気をまとうことが、モードの解釈としていくと、そっちに近いんじゃないかなと。で、ドロップ東京は、割と、やっぱり最先端な着こなし、うん、面白い着こなしをしている子たちをピックアップしてよく撮るから、うん、いそうでしょ。うん。確かに。で、こう、顔面の情報を与えないと。で、俺がモード系やらない理由はすごく一つある。あ、このファッションスタイルは喋っちゃいけないんだ。確かに。なんか喋れば喋るほどなんか勇気っぽさがにじみ出てきて、モード系はこんなにしないだろ。確かに。やらないだろ。やらないだろ。やっちゃいけないんだよ。なんで洋服目立たせないといけないから、人間自体無機質でないといけない。今日。だからこうやってこう。なるほどね。喋っちゃいかんやん。うん。開けた瞬間だってなんか違うなってなるほどね。そういうことだ。分かりやすいですね。以上3つでしたけど、どうでしょう、なんか質問はありますか？モード単体でいくと光沢感があるとそれっぽく見えるかな。あ、それっぽく見えるね。艶感大事だね。光沢感で近未来的な、未来的なものを感じるんかね。近未来感もあるだろうし、いや、モードの世界っていうのは、うん、さっきキーワードがハイブランドじゃん。ハイブランドイコール金かかってるじゃん。あ、ラグジュアリーさ。金かかっている、うん、イコール貴族、エレガンス、うん、パーティー、そういうワードがこう枝分かれしていく、うん、じゃあそれらをこう連想させるものって何って言ったら、宝石だったりとか、うん、シルクだったりとか、そういう光沢のあるもの、うん、そっち軸でも光沢イコールモードに感じるっていうのを説明、うん、こう毛足が長いのとかもそう、うん、上流階級。なんか触り方ムカついたな。小坂ファッション、モード系ファッション楽しめるんですか？わかりますか？なんとなくわかりました。へー、まあでもモードは難しいっていうことだね。モードは難しい、うん、あの魅力的と思ってもらうことが難しい、うん、確かに。その自分を殺さないといけないしね。そう、ザイアンスの法則は見慣れているものじゃん。真逆でしょ、モード。うん、見慣れてないね。見慣れてないから、うん、その見慣れているという安心感と新しいっていうここを融合させないといけない、うん、魅力的に見てもらう、うん、でそれを融合させるものが何かっていうと人なんだ、うん、イケメンだったりとか、うん、より影響力のあるファッションモンスターだったりとか、うん、っていう人たちがモード系を着た時にそれがなんとなくその世界観なんだ、これがかっこいいんだ、これが当たり前なんだっていうファッションとしてではなく、なんとなくこう訴えかけられたプレゼンに反応を民衆がするかどうかで反応していくと、ファッションはムーブメントとなって新しいトレンドが起きて、それが文化となってザイアンスが効くようになるっていうことなんだね。つまりこの最先端のモードという服装はファッションに対してとても影響力のある人間、もしくはすごくかっこいいやつとかでないとなかなかチャレンジするのは難しい。チャレンジするんだったらまあ無機質で、うん、まあまあその年のコレクションでしっかりやられているスタイルっていうのをまあまあちゃんと真似した方がいいって感じかな、うん、じゃあそれってモードの概念でいくとちゃんと自分で生み出してるのかっていうと、なんかちょっと精神論的に違うと思ったりするし、自分で生み出すなくないみたいな、なんかあのコレクションの真似してるだけじゃんもうそれ。確かに。そうしたらもう自分からね作るしかないね。そう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 、うん、モードっていうのはまあそういうことかなと俺は思う。そう、質問としては多い。その要はザイアンスの法則ってモード系とはかけ離れてるけど、じゃあモード系の良さを説明するのはどうすればいいですか。それは人、うんうん、ハロー効果、ここでハロー効果が出る、うん、で人が良くないとよく見えない、うん、っていう感じですね。分かりました。だってザイアンスが効かない、ザイアンスの法則に従ってないことをその不安感につながるからそれをダサいっていう風になってくるっていうのは、あの認知的不協和という心理学が存在するので、うん、それを調べてみたらいいかと思います、うん、一応調べるとそのタバコをやめたいんだけど吸ってしまっている自分を不快に感じるとかっていうのも認知的不協和として最初に出てくるような説明なんだけど、それってでその自分がこうしたい、こうあるべきだっていうところとそれがずれている状態っていうのに人間は不快に感じると。でザイアンスの法則が効いている状態っていうのはそれがそうあるべき当たり前の状態であって、それがそうでないからそこに不快を感じてしまう状況だから、ザイアンスの法則に従ってないファッションは認知的不協和が発生している状態と説明ができる。どうだった、ストリートとルードとモードでやってみたけど。なるほど、ザワールド。よくわかった。これさ、これ毎回やってんやんね、これね。インスタでも散々説明してるじゃん。
なるほど、終わるんで。お前もだったか。結論よ。よかった。よかった、うん、よかった。ありがとう。わかりやすい。うん、そうでしょ。うん、もう疲れちゃったよ、この説明するの。でもさ、やっぱりさ、見てくれてる登録者さんは、やっぱり君のコーディネート見たいよね。なんで？何、インスタ見ればいいじゃん。ダメで、YouTube でしか見れないものもあるからさ。そんなものないよ。確かにな。うん、インスタ見れば。会ってくれ。すぐ納得しちゃうと。確かにな。だからこういうところだね、ディベート弱いと。そうだね。確かにな。すぐ上がってんだよな。上がっちゃうんだよ。力入りすぎると、どんどん前のめりになそう。前のめり言うただね、お前。言うじゃん。うん。だよな。誰だよ。そんなところでしょうか。はい。はい、次回の動画は次回の動画、キャベツ食ってみた。待ってました。じゃあ、今日も一日お疲れ様でした。